文書の成立の申請を争った者に対する過料第230条当事者またはその代理人が故意または重大な過失により真実に反して文書の成立の申請を争ったときは裁判所は決定で10万円以下の過料に処する。第2項全項の決定に対しては即時抗告をすることができる。第3項第1項の場合において文書の成立の申請を争った当事者または代理人が訴訟の継続中その文書の成立が申請であることを認めたときは裁判所は事情により同項の決定を取り消すことができる。文書に準ずる物件への準用第231条この節の規定は図面、写真、録音テープ、ビデオテープその他の情報を表すために作成された物件で文書でないものについて準用する。第6節検証検証の目的の提示等第232条第219条第223条第224条第226条および第227条の規定は検証の目的の提示または送付について準用する。第2項第三者が正当な理由なく全項において準用する第223条第1項の規定による提示の命令に従わないときは裁判所は決定で20万円以下の過料に処する。第3項全項の決定に対しては即時抗告をすることができる。検証の際の鑑定第233条裁判所または受命裁判官もしくは受託裁判官は検証をするにあたり必要があると認めるときは鑑定を命ずることができる。第7節証拠保全証拠保全第234条裁判所はあらかじめ証拠調べをしておかなければその証拠を使用することが困難となる事情があると認めるときは申し立てによりこの章の規定に従い証拠調べをすることができる。管轄裁判所等第235条訴えの提起後における証拠保全の申し立てはその証拠を使用すべき審級の裁判所にしなければならない。ただし最初の口頭弁論の期日が指定されまたは事件が弁論準備手続きもしくは書面による準備手続きに付された後口頭弁論の終結に至るまでの間は受訴裁判所にしなければならない。第2項訴えの提起前における証拠保全の申し立ては尋問を受けるべき者もしくは文書を所持する者の挙所または検証物の所在地を管轄する地方裁判所または下院裁判所にしなければならない。第3項急迫の事情がある場合には訴えの提起後であっても全項の地方裁判所または簡易裁判所に証拠保全の申し立てをすることができる。相手方の指定ができない場合の取り扱い第236条証拠保全の申し立ては相手方を指定することができない場合においてもすることができる。この場合においては裁判所は相手方となるべきもののために
特別代理人を選任することができる。職権による証拠保全第237条、裁判所は必要があると認めるときは、訴訟の継続中職権で証拠保全の決定をすることができる。不服申し立ての不許第238条、証拠保全の決定に対しては不服を申し立てることができない。受命裁判官による証拠調べ第239条、第235条第1項正し書きの場合には、裁判所は受命裁判官に証拠調べをさせることができる。